マンチェスタ符号とは伝送路符号の一種である。次期記録方式においては、位相符号化とも言う。マンチェスタ符号において、各データビットの符号化は高低、肯定、抵抗のいずれかである。したがって、同じレベルが連続することはないので DC バイアスがなく、信号自体にクロックが含まれている。これは、誘導結合あるいは容量結合であり、符号化データから、 クロック信号を復元できることを意味する。その結果、マンチェスタ符号を使用した電気接続は簡単な1対1絶縁変圧器であるネットワークアイソレータを使用して簡単に絶縁される。原理的に最終的に送りたい信号の2倍の周波数が必要になるため、比較的に低周波数の信号にて用いられる。このため、現代のデジタル通信の主流である シリアル通信ではあまり好まれておらず用いられていないとされている。この名前はマンチェスター大学に由来する。同大学で開発されたコンピュータマンチェスターマーク I において磁気ドラムメモリにデータを保存する方式として使用された。位相不合化は 1600BPI の磁気テープでの磁気記録に広く使用されていたが、 あとにより効率的な群符号記録を使用する 6250BPI テープに置き換えられた。マンチェスタ符号化は10ベース TE サネットやコンシューマー R プロトコルなどで広く使用されている。シスコシステムズによればマンチェスタ符号はより高いデータレートでの使用に適用するといくつかの困難な周波数関連の問題を引き起こす。マンチェスタ符号はクロックレートに 性ピレする信号電圧の繊維を保証する。これはクロック回復に役立つ。符号化された信号の直流成分はデータに依存しない。よって直流成分を伝達しない媒体で信号を運ぶのに都合が良い。マンチェスター符号化の例受信した符号化値から元のデータの抽出は以下のように行える。ようやくマンチェスター符号では各ビット周期の中間に 必ず繊維があり、送信される情報によっては、期間の開始時にも繊維がある。各ビット周期の中間のビット繊維の方向はデータを表す。期間の開始時の繊維は情報を持たず、中間のビット繊維を可能にするために信号を正しい状態にするためだけに存在する。繊維の存在が保証されているため、信号は事故、クロッキングが可能になり、 受信側も正しく同調することができる。マンチェスタ符号は、二位相変異変調の特殊なケースであり、データは、周波数が、データレートである、方形半層波の位相を制御する。そのような信号は生成しやすい。マンチェスタ符号による110億千11百万百の符号が、マンチェスタ符号のデータの表現には、二つの対立する規則がある。最初に作られた規則は、 1949年に GE トーマスが発表したもので多くの人が採用した。これはビットレイの場合、信号レベルはローハイ、ビット1の場合、信号レベルはハイローになる。二つ目の規則もまた多くの人が採用しており、IEE802.4、e、や低速の IEE802.3、e、などの標準にも採用されている。これはビットレイの場合、 信号レベルは、ハイロー、ビット1の場合、信号レベルは、ローハイになる。マンチェスタ符号化された信号を反転すると、一方の規則から別の規則に変換することができる。この曖昧さは、作動マンチェスタ符号化によって克服することができる。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、アメリカ合衆国連邦政府一般調達局次の文書本文を含む、 フェデラルスタンダード 1037C サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。ありがとうございます。